サーバーから注いできました。はい、本日もお疲れ様でした。乾杯。リンゴうま。今日はなんかすっごく飲みたい気分。なんか娘のことが一段落しそうで、めっちゃ精神的に今ホッとしてます。娘の学校の頃とかね、子育てしてるとさ、それぞれの年で悩みってあるよね。正解がないから探り探りだけど、健康に元気に生きて育ってるから、それで本当に十分幸せなんですけどね。自分が5歳の時、まあそっか、私はあれだな、湘南白百合って学校に通わせてもらってて、幼稚園から高校まで、で、まあ、いわゆるエスカレーター式の学校に、私立女子校、白百合学園って聞くとものすごいなんかこうね、高貴なお嬢様校っていう多分イメージ持たれると思うんですけど、通ってると全然そういう意識もちろんないし、私なんて幼稚園の頃からね、そういう環境で学ばせてもらってたから、それが特別なことなんていうのはやっぱ大人になってから気づくじゃないですか、そのありがたみとか。いや本当大人になってからわかるよね、それがいかになんか恵まれてるというか、親の凄さが親になってから分かる。逆に親になるまで分かんなかったな。気づいたら大人になってて、気づいたら親になってたね。逆かな、親になって大人になったことをようやく自覚したのかな。でもね、ちっちゃい頃からね、将来こうなりたいとか、こういう大人になってるだろうなみたいなのも、全く明確に考えないで生きてきたかもしれない。だからね、将来の夢とか聞かれた時にね、本当にちっちゃい頃困ってたんですよね。将来何になりたいかみたいなのはもう定番で聞かれるじゃないですか、小学校とか。私ね、多分社長ってことでしたんですよね。将来何になりたいかって、社長になりたいですってことですね。ね、父親が会社経営してたっていうのもあると思うんですけど、なかなかないですよね。なんかお花屋さんになりたいとかケーキ屋さんになりたいっていう、それ何がしたいっていうのはあっても、社長という職業になりたいってどんな子供だよって思いますよね。それぐらい何にも考えてなかったんだろうな、ちっちゃい子供には。自分が何者か考えて、どういう社会貢献ができるか見つけて、切り開いて行動できる人間になってほしいですね。うん、でも健康第一です。なんだろうな、子供の頃イメージしてた大人ってもっと大人なんだよな。でもそれってみんな共通してんのかな。未だに大人でいようとか親でいよう、まあ、親としての責任はもちろん果たさなきゃいけないけど、親というポジションはなんか絶対上な立場でいなきゃいけないみたいな考えがなくて、娘が変なダンスを踊ったら一緒に踊ったりとか、同じ目線に立つってことはすごい意識してるんですけど、純粋に楽しいからそれをやっているっていうのもあって、そういう面では5歳児な部分もあんだなって思うし、まあ、一方でちゃんと子供を育てなきゃいけないから、親としてその経験値を
フルフルに生かして子供のために動くっていうのはまあ当たり前だけどやりますしねえ、娘の目に私はどんな大人に映ってんだろうなっていうのはちょっと気になりますね。まあ娘とはもちろん親子関係はずっと変わんないですけど、いい友達でいたいですね。娘が独り立ちしたら私は住所不定の大人になりたいです。いろんな国、いろんな、まあ、国内でもいいけど、いろんな国飛び回ってどこで何してるかわからないままになりたいですそれぐらいなんか考えてもしょうがないことだなって思うな。何が起こるかわかんないから人生楽しいですよ。すごいな、なんか今日の飲みちょっといつもと雰囲気違くない？なんでこうなった？おつまみで口元汚しながらビール飲んでるのはずっと変わんないだろうな、ここ。うん、はあ、一回塗装剥がしてくるかな。よいしょ。改めまして、 IPA で乾杯。あ、はい、今回もこのビールと目が合いましたので買いました。ビールが進むガリッとうまい、濃厚、肉厚チップス食べていきます。おお、映画館の匂いです。ポップコーンのコーンの匂いだね。いただきます。あ、辛っ。あ、マジわさびが強いんだ。でもお肉がつんだ。結構硬い。結構硬い系ポテトチップスってよく出るじゃないですか、堅揚げとか。あれよりもだいぶ硬い。でも全てはそれもうこの肉厚、肉厚によるものだと思う。この厚みとギザギザによって作り上げられるこの歯ごたえね。一番奥目の奥歯でせーので噛まないとバリバリと割れないぐらいな硬さ。これは確かにビール進むわ。味めっちゃ濃厚。あの最初にお肉の旨味が来て、お、なんか旨味パウダー最高と思った瞬間にビリビリっていうぐらい、ビリビリっていうぐらいわさびが来ます。嫌いじゃない、確かにビールス。また生配信したいな。みんなとの相談に乗りながらあーだこーだ言って飲みたい。暖かくなってきたし関係ないか。お疲れ様でした。急に眠気が来た。寝よう。